の準備ですね。これはね、逆にタンメンのやつなんです。ちょっと刻むと太い芯が出てくるんで、そっちを餃子に入れたいんで、そご年配の方が多い店なんで、あんまり硬いとこいっぱい入れちゃうと、ね、食べた感じが悪くなっちゃうんで、なるべく柔らかいとこメインで。あの85歳のおじいちゃんおばあちゃんが師匠でいるんですけど、そう、そのおじいちゃんおばあちゃん引退させないんですよ。多分ね、もう正直ほぼ来ないんですよ。おじいさんも車椅子になっちゃって、おばさんがその介護してるんで、ただほら、待ってるよっていうだけで、ほら、元気でいてくれるんだったら、師匠たち尊敬して恩返せないから、地域おこし協力隊っていう制度で来て、いわゆる後継者のいない店なんですよ。お町が、実は全国で初めてこういうので募集して、血のつながらない人を後継者に。自分は群馬県ほとんど来たことない人間だったんで、なんなら料理もほとんどしたことない人間だったんで。これが何年前ですか？これ8年前ですね。22で来て、3年間いろいろ修行させてもらって、その後お店受け継ごうって話になって、もうなんだかんだ5年ぐらいいますね。で、本当に全国各地から皆さん来てくださるんでありがたいことに。味どころか価格も変えてない。もう15年前の価格から。年金のおじいちゃんおばあちゃん多いからさ、あの値段上げちゃうとさ、ほら年金上がってないからさ、払えなくなっちゃうじゃん。アルバイトとかって雇ったりしたんですか？これ雇っちゃうと、まあ、いろんな理由でね、ほら値上げもやっぱ考えなきゃいけなくなっちゃうし、だったら一人でやってれば。これ今度逆にチャーハン用のこの切れ端は、煮立っちゃうと白く濁っちゃうんで、濁らせないようにしています。どちらかというと野菜の味が生きるような。で、3日間分ですね。今日、明日、明後日の。
真ん中厚くして外側薄くしてあるから、そうするとパリッともちっとしやすいから、お客様用で分かる。ネットはいいことも悪いことも書いてあるからね見ると疲れるじゃん。あ、そうなんですか。下手したらお客さんがもっと並んじゃえばね、その前に開けちゃうことも多々ある。なるほど。じゃあ、幸せと空いてる席どうぞ。タンメンと餃子、はい、あと持ち帰りで、はい、ただ2つお土産ね。うん、はい、了解です。はい、フィリランドとか倒せばどこ。え、本当に新入りの3台2つの餃子が1個で、はい、いらっしゃいませ。会場席どうぞ。餃子2つ、タンメン2つ。ありがたいことに、みんな、じゃあ一緒でいいよとか、揃えとくよとか。そんな期待しないです。向こうまで行っちゃうから、かなり取られてることないから、なんか変なドキドキがしますよ。
高校生の時から通ってみんな意外と知らないチャーハンがうまいこと、あとはあんかけ、俺チャーハンと餃子、チャーハンと餃子ね、ちょっと待って、はい、お粗末様です、すいません、うん、いただきます、お腹いっぱいになった、大丈夫ですか、麺も大変だったんで、飲めないのだろう、はい、入らない、焼きそば時間結構もらえれば、結局タンメンを倍の時間茹でてその後焼くんで、それしかタンメン4つで、あと餃子4つで、タンメン4つに餃子4つです、はい、
ってるんで大丈夫そう。ごめんね、焼きそば申し訳ない、時間かかっちゃって。いただきます。ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。おそ松様です。休憩時間とかってあるんですか？今休憩してるよ、のんびり。お疲れ様。また失礼します。はい、でもそういうところじゃなければいらっしゃいませ。あ、どうも、皆さん大丈夫よ。何にします？今日は餃子ランチ。頼む人が増えちゃったし。さっきちゃう。千葉さん、餃子。スーパーとかのカツの感覚じゃない。揚げたてで食べる、肉汁を楽しみながら食べるカツは最高ですよ。大きすぎて、あの顎が疲れる。普通の人はタンメンと餃子を頼むんだけど、常連の人が来ると肉丼頼んでみたり、焼肉定食頼んでみたり、俺カツ丼頼んでみたり、カツレツ頼んでみたり。肉の店に変わりますよね。あ、今日常連多いだっつって。なんかね、やってみたいですね。はい、出ます。7時だったら6時に変えてっていうので。
厚みが素晴らしい。なんか肉で行きたい時もあります。食った感はありますね。食った感すごい。本当に皆さんありがたい、マジでありがたい。せっかくね来てくれたからね、前向きでポジティブで帰ってもらえばいいやと思って、明日も頑張ろうとか前向きでニコニコ帰ってくれればありがたいよ。Thank you.